はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。榊優也です。さあ本日なんですが、覇王竜の魂がついに実装されましたんでね、こちらの脱法召喚コンボを、披露していきたいというふうに思っております。このカード、簡単に言うとこのカード1枚でザークが出せます。あまりにも脱法、ザークっていうモンスターが何かっていうと、あの僕新パック向いたら12枚出たんですけど、このハオルザークっていうこれですね、これ結構強くてね、ペンデラム効果がそもそも めちゃ強くて、Pゾーンに存在する限りはアイドルフィードの融合シンクロエクシスモンスター効果発動できないっていうクソやべえ効果と、あと一旦に一度相手がドローフェーズ以外で、デッキからカードを手札に加えるとそのカードを破壊するっていう効果が一応あると。だから、まあ、ザークの効果をペンデラムスケールに置いてあげてもめっちゃ強いんだけど、モンスターとしてもかなり強くて、融合召喚でしか特殊召喚できないよと。で、融合召喚条件クソ重いんですよね。ドラゴン族の融合シンクロエクシーズペンデラムモンスターを1体ずつ合計4体、使わなきゃいけないっていう。まあ、ミラクルシンクロフュージョンとか使うと意外と出せるんだけど、ただやっぱこれを用意するの結構大変なんですよね。で、このカードが特殊召喚に成功した場合に相手のヒードのカードを全部パスするっていう最強効果と、あとこのカードが相手のコンタクトにならず効果で出せないっていう効果、そしてこのカードが戦闘で相手モンスターを破壊した時にデッキエクストラ時から覇王剣竜モンスターを一体特殊召喚できるっていう効果と、モンスターゾーンのこのカードが戦闘効果で出された、P ゾーンに置くという効果だから、破壊されても P ゾーンに置けるか強いし、まあ、あの耐性も強いし、全部復刻も強いっていう感じの、まあ、全部強い効果になっています。はい、ただし覇王竜の魂、で、このモンスター一応1枚で出せるんですよ、これ。ライフポイント半分払うとザーク出せるっていうなんかやばいこと書いてあるんですけど、ザークが効果無効になっちゃうんですよね、出すと。だから前さっきの説明した全部効果無効になっちゃうから、まあ、じゃあどうするのという話なんですが、これね、結構ね、有名なコンボがあって、出してザークの効果って強制だから発動するんですよ。で、無効になってるんですけど、その効果にチェーンして月の章を打ってあげると、あの効果無効が無効になって、あ、裏側表示になると別カードの扱いになるから、あの遊戯王って、だからザークの効果発動で無効になってる状態のこ、モンスター月の書すると有効になるんですよ、効果が。つまり、覇王竜の魂と月の書っていう2枚があれば相手のフィールド上のカードを全部っぱできます、フリーチェーンで。めっちゃ強いでしょ。このコンボを今日は決めていこうというデッキですね。で、ハオルの魂自身が、墓地の効果もあって、相手が魔法カードの効果を発動するとザークとこのカードをゲームから除外すると、なんかペンデラムドラゴンとエクシスドラゴンとシンクロドラゴンとフュージョンドラゴンを1体ずつ召喚条件また無視で出せるっていう効果があるんですよね。自分の手札デッキエクストラデッキ墓地から、なのでこれを使うと結構強いモンスターいっぱい出せまして、今回出していくのは主にクリスタルクリアウィングシンクロドラゴン、またはクリスタルウィングシンクロドラゴン、ブレイブアイズペンデラムドラゴン、スタブベロムフュージョンドラゴン、ダークレクイエムエクシスドラゴンになっています。で、この辺のフュージョンドラゴンとか、あのペンデラムドラゴンとかエクシスドラゴンはあんまりそのなんだろう、出てきてもなんかめちゃくちゃ強いっていう効果ではないんですけども、まあ、ブレイブアイズワンチャン強いけど、あのね、やっぱね、この辺のモンスターはね、覇王の魂で出してあげても強いんですよ。クリスタルクリアウィングは魔法トラップカードの効果無効にできたり、モンスターの効果を受けなかったりするし、クリスタルウィングだったらモンスター効果無効にできるし、この辺のモンスターを覇王の魂から展開できるのでかなり面白いです。これ1枚からなんで、しかもなんかソリティアも必要ないし、これ結構ね、ザーク出すのって結構ソリティア今までは必要だったんですけど、これがねなくてね、これ1枚でね、なんかいろいろできるから、なんかすげえ楽しいんですよ、このデッキ。マジでおすすめ。で、今回はダイノルフィアとね、あのデッキ混ぜてまして、まあ、いろんな組み方あると思うんですけど、ハオルの魂、正直、汎用カードっちゃ汎用カードなんで、別に何のデッキに入れてもいいんですけど、今回はダイノルフィアでライフポイントを減らしながら、まあ、ケントレギナーの、ね、効果を使っていくみたいな感じの構築にしています。一応ね、まあ、の OCC の方ではレクスタームっていうクソやべえモンスターがいるから、あの覇王大ノルフィアは結構結果残したりするんですよ、公式大会とかでも。今回のマスターデュエルはちょっとまださすがにレクスタームもねえし、なんか大ノルフィアは微妙かなと思ってるんで、大ノルフィアギミックは正直なくてもいいと思う、もはや。うん、まあ覇王の魂の、ね、強さをちょっと今回は見せられればいいかなと思うんで、早速このカードのパワーをお見せ していきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、スーパーダッポ神戦3枚は草。宣告しすぎでしょ、これ。神戦芸人者だな、これ。入れるリリース止められたらやばい。リリースは止めないでください、お願いします。まあでも無限放浪とかエフェクトベイラーは別にチェーンすればいいんでね、なんかあの逃げれるんですよね、リリースには結構、まあ、この効果結構、しかも裏が効かないから意外とセットはできるかなっていうね。あ、ほらね、セットはできる。 OK で脱法召喚コンボの種を、持ってきといて、セットしていく。で、お前が選べ。お前が好きに選んでいいぞ。この3枚だから好きなカードをセットできる、俺は。よし。確定セットね、これ。
で、はい、宣告宣告宣告つきましょう。結構キモいなこれ。宣告宣告宣告つきましょう。エンド、さあかかってこいよ、かかってきやがるバカ誰が。月の章ある場合はね、羽織るんだ。うわ、キモ。出ました、ハーベルハネボッキー。まあ、もちろんカメラ先行ですよ。カメラ先行の効果を発動。4000もの大ダメージを食らって、お前の、マジックカードの効果を無効にしていく。バリ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 。引いててよかった、カメラ先行。さあ、おじさんの効果によって、羽は無効。これがやっぱりね、いいとこですよね。あ、なんだてめえ、なんだてめえ、1枚は全部パスするまでもないんだよな。これスルーか。ハオルの魂のね、打つタイミング結構難しいんですよね。1枚だと全部、うわ、弱えな。いや、もう行くしかないだろ。四天の竜をすべ、大悟の次元に君臨する究極竜よ。今こそ、我と一つなのだ。脱法召喚、いでよ、ハオリザック。うぃーこの効果にチェーンして月の章を打つと相手のフィールドのカードを全部パスするっていうことができるんですけれども、これは今ね、ぶっぱしても1枚しかないんで、もうちょっとカードがね、いっぱいあればね、まあ、2枚、3枚、4枚ぐらいあればいいんですけどね。さあ、ミニツー入る。ちなみに、覇王竜の魂はターン制限がついていないから、覇王竜の魂2連打したら勝てるで、この盤面でも結構。まあ、ちょっと引いてないからだけど、宣告しか引かん。宣告しか引かん。まあ、でも宣告が強いからいいや。次のターンのエンドフェーズ戻っちゃうので、裏側支部表示にしてその情報を消します。あ、スモールワールド。まあ、とりあえずちょっとハオール魂使うわ。ハオール魂の効果を発動。ハオールザークをゲームから除外することにより、デッキから召喚条件をまたガン無視して、脱法召喚を行うことができる。脱法召喚しかしてねえ。このデュエル。このデュエル俺脱法召喚しかしてねえ。なんだこのチェーン。とりあえず、うららとかは、はかなでケアできる。あ、ケア全然大丈夫、それは。大丈夫。はかな、はかな打って、相手の伏せカードも神の宣告できるからいけるね、これは。神戦3枚引き弱いと思ったけど、結構強いわ。この、ハオリの魂が引けてるからっていうのもあるけど、アタッカー用意できるんだったら、神戦3枚で、ハオリのザークを、なんか、ガン守りするっていうのは強い。そして、シンクロドラゴン。ペンディラムドラゴン、エクシスドラゴン、なんだっけ、フュージョンドラゴンを一体ずつデッキから特殊召喚できる。うおー、脱法召喚。これがホール魂。どんだけアド稼ぐこのカード。やばいでしょ。ザーク出してからこのドラゴン4って出したの強すぎないか。ちなみに一番クリスタル、うわー、あー大丈夫か。あー、そうか、スモールワールドのコスト。あー、それはいい。スモールワールドのコスト、ラバゴーレムを見せて、これ、あれからヌメロンとかですかね。ヌメロンですね。はいはい、ヌメロンウォール。ちなみに、いいこと教えてやろうか。ヌメロンウォールは攻撃力がゼロだ。ちなみに、ブレイブアイズペンデラムドラゴンは攻撃力ゼロのモンスターが発動した効果を無効にする効果を持っている。つまり、お前はブレイブアイズペンデラムドラゴンの効果を無効にしなければ、そのヌメロンウォールの効果は発動できない。なにだにほよほよ、それクリスタルクリアウィングで無効にできますけど、モンスター捨てないの甘いでは。一滴でモンスター捨てないの甘いすぎんだろ。お前何してんだ。なんなら、あ、神戦をケアしたんかな、まあ、残念ながらその一番のヌメロウォールを使ってもいいが無効にはなるぜ。さあ、ヌメロウォールの効果、ブレイブアイズの効果、はい、バリバリー、はい、オッツ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 ヌメロンオッツ、お楽しみはこれからだぜ。でも楽しかっただろ。あ、よえよえ、月書で、月書でもなんか意外と月の書とかいうカードなんかそのワンチャン強いんだよね。なんかこの環境でもまあ結構無限保養避けれたりとかもあるんだけど、役割としてやっぱり相手のね不安だりとかも、これ普通にさ、その円辺とか結界像とか裏にできるの強くて、結構なんか月書ね、なんかね、あのね、やっぱね、そのザークの効果を有効にするっていう、使い方をしようと思って入れてんだけど、普通にそのカードとして、相手の盤面を解決するカードとしても強い。このカードは。うん。優秀ですよね。あ、なんだ、事故ってんのか、事故に散らかしてんのか、世界なんだろうな。でも、法要とかそっち系でしょ、どうせ。
いや月書3枚はやばいわ。いや月書褒めたらそんな来る褒めたらそんな来る。お前さあ今そんないらないわ。とりあえず線でダイレクトするしかなくて、線ダイレクトぶっかましていく謎ですよね、この謎の線ダイレクトビート。急にこいつ何しだしたんだみたいな。で一応リリース効果発動して、リリースすることによってデッキから、トラップカードをセットし、ああカーナキチーキチー、しょうがねえな。いやハオリの魂をねセットしたったんだけどね、ハオリの魂セットできたらマジ強いからね。魂付きの人で相手のその円ペンとかモノトも全部ぶっぱできるからめっちゃ強くて、まあドメインでなんとかするしかないんだけどな。なんか自己に散らかしてくんねえかな相手。全伏せしてドヤ顔しよう。羽根棒来ちゃったらごめんなさい。けど、ドヤ顔でダイノルフィア・ケントレギナーとしかね。ダイノルフィア・ケントレギナーとかいうモンスター、マジでただのバニアだからほとんど、今、現状ね。レクスターも早く来てくんねえかな。なんかレクスタームもそろそろ来ると思うんですよね。行くのはいいや。レクスタームとか、あと、フレンチあたりが来てくれると、この覇王ダイノルフィアデッキかなり強化されます。まあ、ミッチの風の効果で、まあ、儚はいいや。OK、OK、全然いい。一番ゴミみたいなカード抜かれたわ。はい。で、円ペン効果で、イグルン効果も持って、発動されて回収される。OK。了解。ってことは、ロビーナにアクセスできてねえってことですね、つまりね。相手、多分。はい。いけますよ、これ。あります、これ、全然。夢の魔女、OK。ある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 、全然ある。いける。OK。で、ペンギンビート始まった。ペンギンビートはまあいいや。ペンギンビートは受けるわ。ライフ減らしといくとね、ケントレギュラーの打点が上がっていいですか、結構ね。これケントレギュラービートしかできないもしかして。いやメインフェス終了前 OK です。いやあんま強くないな、これ。月の書はあ、リリス来た、やったやった、リリス来た。これでハオーリーの魂をセットすることはできるかもしれない。ただ月の書打ってエンペン裏返そう。月の書活躍してるのマジでデュエルリンクスって感じなんだけどデュエルリンクスからっていうね。で、エンペン君裏側になったので一応線、ああ夢の街か。ああなるほどね、夢の街。まあ一応ちょっとドメインはまだいいや。あでもウッドからであれか、リリースされちゃうかもしんないか。リリースされちゃうかもしんないから、ドメイン打っといて。未知の風めんどくせえなー、あのカード。増殖する G ちょっと重いが、まあいいか。ちょっと重いが、さっきの儚抜かれたのが意外と痛いで、ドメインで、これドメインで出してくるモンスターさ、これしかいないんだよね。これしかいないんだよな。レクスタームがいればね、このケントレギナからのドメインムーブしてレクスタームっていう動きできるんでめっちゃ強いんですけど、レクスタームってでもさ、 OCG のパクラとそろそろ、そのマスターデールの時期的にそろそろだよね多分。まあ、一応イーグルの効果とケントレギナの効果チェーンしといて、一応ケントレギナの効果でドメイン効果コピーして、一応ケントレギナは2体出しておくことにしましょう。1325っていう意味不明なライフになりました。これ OCG だと結構大変そうだね、計算するのね。ライフね、なんか結構発数になるからね。でこの1325今度半分にしたらいくつみたいになるからね。でテレジアとディアブロスをモンハンかな、ディアブロスとテレジアを墓地送って、ケントレギナ2体目出す。でケントレギナ2体目出して一応エンペン破壊できるんだが、戦闘すれば。でライザー持ってくる、ライザー出してくるやつ、ライザーはしょうがないよね。もうライザーの28打点はもうしょうがない、もうこれは。あー道来たか。あーなるほど。でライザー効果、いやきっちきっつきっつきっつ。これまたライザーセルフバウンスやつ。除外されているカードを回収していく。まあでもロビーナにアクセスできてないから、相手そんなにやばいほどアドバンテージは稼がれないかなとは思うけど。夢の街なんだっけこれ。でその墓地効果何、これは一体何が起きる。あ裏側になるの、へえ知らなかった、そんな怖かったっけ。でライザーで、あー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 あ
リネス召喚するしかねえ。俺はこれにかけるしかねえんだ。うわー、リネス効果発動。自分をリリースしてデッキからハオリの魂をセット。よし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 。ハオリの魂、はいはいはい。さあ好きなハオリの魂選べ。お前が好きなハオリの魂を選べ。統合召喚ならぬ脱法召喚コンボを見せてやる貴様にな。さあこれで、ターンを終了するぜ。人影ハオリュー魂の魂月の人で頑張るしかねえ俺は。あのライザーセルフバウンスしなかったの甘いじゃねえ相手。ライザーってセルフバウンスして何回も使い回すのが強いんじゃない私だっけ。なんかよくわかんないですけどこれライザー場に残す必要あるんですか。これもう一回ライザー出した方が強かったのでは。もう一枚入ってたら別か、別かでも。うわキモキモキッショ月書2枚吐かされんじゃんじゃこれ。まあ、でも月書あってよかったなこれマジで。月書なかったら返せなかったぞこの場面。さあダイレクトアタックいいだろう。さあ月の書の効果を発動。月の書の効果により相手の結界像を裏側にしないと俺の羽織の魂が腐る。通った。よし四天の竜をすべ。第五の次元に君臨する金閣竜よ今こそ我と一つなのだ。うわぁ脱法召喚あらろう羽織ズーク。そして羽織ウザークの効果、特殊召喚に成功した場合相手のフィールドのカードを全てブチパするという効果。ベッパ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 。そしてその効果に遅延し月の書の効果を発動。これ無限保養ケアできないな。それさあの右側の月の書から使うべきだったな。まあいいや通れ。通った。来た。やったよっしゃー。完全に無限雇用のケアを忘れてたの許してくれ。これがザーク月書コンボよ。どうこのコンボ。何ちなみにもうザークは裏側にあったため効果が無効になっているという効果を忘れているため効果は有効。このモンスターは対象に取ることはできない。さあハオリューザークを判定召喚。ちなみにこのモンスターは一応なんか効果の対象にならず効果では破壊されないっていうなんか微妙に強いのか弱いのかよくわかんない効果を持っているぜ。よしこれで紙って使えねえか。紙ってとかいうか使えねえや。663しかねえ俺のライフやっべ追い詰められました。ラスボス追い詰められました。いやでもザークなんとかこれさあ。これでザーク除外してハオリの魂の墓地効果。このカードをザークと一緒に除外するとペンデラドラゴン、シンクロドラゴン、エクシスドラゴン、なんだっけフュージョンドラゴンの4体をデッキから特殊召喚することができる。クリスタルウィングの方が強そう。不安だリズムよ。クリスタルウィング、シンクロドラゴン、そしてブレイブアイズ、ペンデラムドラゴン、さらにダークレクイエム、エクシスドラゴン、スターピラム、フュージョンドラゴン。うわうわやっべ地図やばいわ。地図やばいなちょっと待ってくれ。でもモンスター効果を無効にできればいいから。いやこれ多分ねイグルンかロビーナどっちかを無効にできると思うんですけど、チェーンで隠されたらやばいですけど。いやでもこれ隠すムーブできないんじゃない今。地図来ちゃったー。絶対クリアクリスタルクリアウィングの方が良かった気がするなクリスタルクリアウィングの方が良かった気がする。やばいかもしれない。ロビーナ除外された。じゃイーグルに召喚来た。あえこれもしかしてイグルン効果発動してないけど、これもしかしてもう上級ない。クリスタルウィング、シンクロドラゴンのモンスター効果発動。相手が発動したモンスターの効果を無効にして破壊することができる。さすがユーゴさん、このつえー外状駆除成功きた。これ神ゲー。このデッキなんか回すの結構簡単だから、ハオールの魂とダイナルフィアドメイン打っていくだけなんですよ。
だ意外とね、なんかおすすめではありますね、初心者に。結構。なんか難しい展開力とかマジでないから。本当にトラップ発動するだけだから。結構、なんか、なんだろうな、考えること少ないなっていう気がするね。発動するタイミングだけ、あとは。突き押しあったら、ハオルの魂、いずれ発動するかとか、なんかそういう感じだから。ゼンマイマジシャンとゼンマイ、やばいな、これ。これまたあれかゼンマイムーブか。やばいな、最近なんかゼンマイ、ソレティア割と当たるようになってきたな。動画で紹介しすぎたぞ。なんか、ヤジロベーダーが、送りつけられようとしてるんだけど、これ、なんかヤジロベーダーとかもうなんか悪さしかしないよね、これ。これあれなんですよね、相手がモンスター特殊召喚すると、特殊召喚した方向になんか移動して、移動した先の縦列のモンスター全部破壊するみたいな効果なんですけど、これもしかしてあれですか、ドミニオンキュリオスを破壊して、好きなカードを持ってこようという算段。なんか、ヤブヘビとかいうカード。ヤブヘビとかいう謎カードサーチしてるけど、やばい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 動きしてる、やばいそうな動きがしてる。セットはで紋章獣ユニコーンとかいう謎モンスターでプレインコード特殊召喚そんなことあるんだ。へえ、ヤジロベーダーで破壊する、ヤブヘビやばい、ヤブヘビやばいやばいヤブヘビはやばいって。さあブレインコート効果発動して、なんかよくわかんねえけど、なんか紋章獣送られていく、わからんなこれで。うーわヌメロニアスくんじゃん、ヌメロニアスくん来た、無限巨神ヌメロニアスくん来た。ヌメロニアスくんさ、あ、素材それで供給してるんだ、へえおもろ、なるほどね。こいつはちなみに効果で破壊されるとヌメヌメを出すこともできたり、いろいろできるんだけどね。これさ、ネコマネキングやば、300秒足りるの、あなた300秒でもうそろそろ300秒経ってんじゃない、これ時知らずのデュカレス効果。墓地からモンスターを取ってね、あーいいよいいよいいよ、あーこれであれかな、ヌメロニア破壊するのかな。いやでもあいつ耐性ないぞ、だからでもネコマネキングとかいうモンスターがなんかいるのガチでやべえな。で謎にヌメロニアスが効果打開したことによってヌメヌメきたヌメヌメきたヌメヌメきたぞ、やばい、こいつはヌメロニアスの効果で特殊召喚した、こいつは相手のターン中打点が10万ポイントになる、やばすぎる。ちなみにこいつに攻撃しなきゃいけなくて、で攻撃をしない相手ターンの終了時になんかデュエルに勝利するって特殊勝利条件があるんだが、あー白雪ってこと、やばいやばい、あー相手単純にこのカードを相手の効果で破壊された場合、相手倒しろするバカタレが、俺何もしてないぞ、何してんだヤジロベーダー、ヌメロニアスの効果により攻撃をしてない相手の終了時で自分はデュエルに勝利されてしまう、まずい、やめろー、うわヌメロニアス、ヌメロニア君にも特殊勝利演出つけてくるんだよ、その飯。